前回の動画からずいぶん時間が経ってしまいました。もう1週間以上になります。その間私が何をやっていたかというと、これを作ってました。螺旋積層法でトロイダルプロペラを作り出すための、プレートです。同じ形のプレートが、全部で120枚あります。このプレートは幅が30センチ、そして120枚積み重ねると、高さが約10センチになります。ということは、これから作ろうとしているトロイダルプロペラは、直径が30センチで、幅が10センチ、そういう、プロペラにしようとしているわけです。どうやってこのプレートから、トロイダルプロペラを作り出そうとしているかというと、螺旋積層法、つまりこういうことです。シャフトを差し込んで説明しますと、120枚のプレートをこんなふうにシャフトに差し込んで、積み重ねます。それを少しずつずらしてひねりを入れます。そうしますと、ある角度を持った斜面ができます。この斜面を作ってそれをブレードにしよう、そういう、作り方です。もちろん、このままでは、トロイダルプロペラになりませんので、これをこの形をもとにここからまるでこう彫刻を彫るように、トロイダルプロペラを、削り出していきます。ノコギリやノミやカッターやヤスリを使って、でその原型を作るための作業が今のこの螺旋積層法です。でこの螺旋積層法の原理っていうのは、要するに、1にも2にもこの斜面を作るためのものです。この斜面を作るための、方法がこの螺旋積層法です。で肝心なのはこの角度がありますよね。この角度、これを何度にすればいいのか、これが一番肝心なところです。プロペラにおいては、規格はこの角度ではなくってピッチというもので表されます。どういうことかというと、プロペラが1回転した時にどれだけ進むか、これがピッチです。通常は単位はインチを使われますけども、まあ、ここでは、インチでは分かりにくいのでセンチメートルでいきます。このピッチを設計するためにはどれだけの時速が欲しいのかっていうことをまず考えます。歴代の私のプロペラは、ペダル2秒に1回転で、ギア比が8、したがって、プロペラそれ自身は1秒間に4回転します。でその時に時速 8km が出るように、してきました。だから2秒にペダル1回転ではなくって1秒にペダル1回転の速さで漕げば時速 16km っていうことになります。それよりも遅く、例えば4秒でペダル1回転っていうふうにすれば、
時速は 4km ということになります。これはあくまでもプロペラのピッチの話であって、実際のボートの速度がそれだけ出るかっていうと、それはそうとは限りません。プロペラの働きにはロスがあるので、船体の抵抗の分だけ遅くなります。だからプロペラがいくら時速 8km で働いていたとしても、ボートが時速 8km で進むとは限りません。それよりも、遅くなります。例えば時速 6km とかね、いうふうになります。で、プロペラを作る際に肝心なのは、その時のそのピッチの設計です。どうすればいいかっていうと、時速 8km を、秒速に換算します。で、秒速何センチメートルっていうふうに、出たものに対してプロペラの回転数で割ります、ね、今おばあちゃん号はギア比が8で、2秒にペダル1回転なので、プロペラは1秒に4回転するということは、それを4で割って、それが、プロペラ1回転あたりの進む距離ということになります。それはね、計算すると、55.55555センチということになります。ということは、プロペラ1回転することによって 55.5555 センチ、まあ簡単に 55.6 センチっていうふうに言いましょうか。 55.6 センチ進むようにするためにはどうしたらいいか、これが、この角度の決め方です。それをちょっとだけ説明します。自分でもプロペラを作ってみようって思う人はここが肝心なところなので、これを参考にしていただければと思います。プロペラのピッチは、通常プロペラ1回転するときにどれだけ進むかっていうふうに表されます。とすると、これ直径30センチのプロペラですから、この一番外側は直径30センチの円の円周になります。この距離をまず求めることが可能です。これは30センチかける円周率 3.14 っていうふうになりますよね。で、それに対して 55.6 センチ進む、ここに比率が生まれます。で、その比率から逆算して、ここの角度ね、この角度、この角度が何度であるべきかっていうことは、計算で求めることができます。で、その計算は、いきなりその計算式を説明するとややこしくなってしまうので、ちょっと置いといて、これで説明します。この長方形、そして、斜めに線が入ってます。どういうことかというと、これが、プロペラの直径とピッチの関係を表しています。これ円筒だと思ってください。円筒です。もう折り目の癖がついてしまって、ちゃんと円にはなりませんけど、円筒だと思ってください。で、これがプロペラの直径を表してます。直径30センチの円です。円筒です。で、そこをプロペラのブレードが一定の角度を持ってネジのように進みます。一周します。一周する。で、この円筒を開きます。そうするとどうなるかっていうと、こうなります。ね。この横の長さは、これは、プロペラの円周です。直径30センチですから、30×3.14。どうなの？
95センチぐらい、約95センチです。これが円周の長さです。で、縦はピッチです。プロペラ1回転した時にどんだけ進むかっていうピッチです。さっき時速 8km を出すためにはピッチは 55.6 センチである必要があるって言いました。だからここは 55.6 センチです。横が、約95センチ、縦が 55.6 センチ、その長方形の対角線を結ぶと、これがプロペラのブレードの先端部の軌跡になります。本当はこう丸いんですけど、丸いんですけど開くとこうなります。そしてこの角度、この角度がブレードの持つ角度です。で、これを分度器で測ると、何センチだ、何度だ、30.5 度、こうなります。だからこれから作る、プロペラの、角度、ここですよね。この角度、この角度は 30.5 度、このね、一番端っこで 30.5 度っていうふうになります。ところで、この角度っていうのはプロペラの中心からね、中心からの距離によって変わってきます。中心に近ければ近いほど立ってきます。こう立ちます。でも、金属の板を曲げて作る場合にはこの角度のコントロールっていうのは必要なんですけども、螺旋積層法では角度の変化については螺旋に任せてしまえば OK です。つまり何も考えなくていい。この一番外側の角度さえ守れば、あとは自然に、正しい角度に螺旋それ自身が調整してくれます。で、正しい角度っていうのは何かっていうと、これはプロペラのブレードがどこであろうと同じピッチを保つっていうことです。55.6 センチなら 55.6 センチ、プロペラが1回転するときにブレードのどこであろうとピッチは 55.6 センチです。それをこの螺旋積層法だと螺旋が勝手に実現してくれます。だから、この一番外側の角度さえ、ここさえしっかり実現すればいいわけです。で、今こうやって、プロペラの円周とピッチを紙を使って角度を求めましたけど、これ何もこんな紙をわざわざ作る必要は、必ずしもありません。計算で求めることができます。というのは、このプロペラの円周とピッチには一定の比率があります。その比率は計算で求めることができます。これ分のこれね、横の長さ分の縦の長さ、この比率、これ実はこの角度のタンジェントなんですよね。高校の時に数学で習いましたよね。直角三角形があります。ここ直角です、直角ですね。この直角三角形において、この辺は斜辺と言います。で、この角度に向かい合ったこの辺が、対辺です。で、この底辺
この直角三角形のこの底辺のことを、これを、輪辺と言います。したがって輪辺分の対辺、これをタンジェントと呼びます。この比率です。で、タンジェントの値は計算で求めることができます。そこから角度を逆算することができます。とは言ってもね、これはね、電卓では無理です。表計算ソフトを使います。表計算ソフトで、タンジェントがこのようになるような角度を求めなさいっていう、関数があります。実際にやろうとする人のために、それも説明しましょう。タンジェントから角度を求める逆算する関数のことをアークタンジェントって言います。こんな風に綴ります。表計算ソフトではね、Excel でも、他の類似した表計算ソフトでも多分共通だと思います。これをセルの中に入れますね。で、アークタンジェントで、比率、ここは比率です。どんな比率かというと、これ分のこれで、これはプロペラの直径から直径に 3.14 円周率をかければ、出ます。表計算ソフトでは円周率は、書きましょう。そうですよね。あ、違う、閉じちゃったね。こうだね。アークタンジェントの、直径かける円周率、これ分のピッチ、ね、ピッチ、でも表計算ソフトではそいつをラジアンで返してくるので、ラジアンでは分かりません。だからラジアンを角度に変換する必要があります。そのためにはディグリーズ関数っていうのを使います。で、アークタンジェントのここにタンジェントの値、こうかな。これで、角度を返してくれます。それが 30.5 度です。こんな風にここは、紙に書いて分度器を当てなくっても計算で求めることが可能です。これで分かったかな、伝わったかな。ちょっと心もとないですけど、説明下手でごめんね。はい。で、今日やることはこの正しい斜面を作って、で、それで仮止めするところまで行きましょう。で、仮止めするところまで行ったら、次の動画では、エポキシを塗りましょう。というのはですね、枚数多いでしょ？
エポキシを塗りながらこう積み重ねていってっていうやり方では追いつかないんですよ。これがね、厚さ3ミリのアクリル板を積み重ねていくとなったら、アクリル板の枚数はたかが知れてますから、接着剤を塗りながら重ねていく。塗っては重ねる、塗っては重ねる。ね、重ねるたびに少しずつずらしていく。こういうやり方が可能です。でもね、紙でそれをやるとね、あれなんですよ。もうとてもじゃないけど、やっていけない。それにずらす距離もね、短いですから、1ミリとかそんなんだから、とても精度が実現できない。だから、大まかにずらしておいて、後からエポキシを塗る。ただし、この後からエポキシを塗るっていうのがとても難しくって、エポキシがね、この紙と紙の隙間に染み込んでいきません。だから時間をかけて、こうね、ずらしたものを時間をかけて、こうね、横に置いたりとか、ひっくり返したりとかして、なんとかこうエポキシをここに染み込ませようとするわけですよ。で、それをするためには、仮止めまでが必要なんです。仮止めしておいて、こうずれないようにしてからこう動かす。仮止めせずにこのままやったらね、これせっかくずらしたのがずれちゃいます。だから今日は仮止めまでいきます。したね。こんなもんでしょう。さあ、これで仮止めしましょうか。多少の凸凹はね、後でヤスリをかけるから表面をならすので、その時に解消されます。全体としての角度さえ実現できていれば OK です。
さあ、仮止めしよう。さあ、これは仮止めなので、この程度にとどめておきましょう。